者で行こう。オケイ班編、ボリューム21、オケイ班の、特別停車。皆さんこんにちは、K 班13000系です。今日のゲストは、こちらの方です。皆さんはじめまして、名鉄こと、名古屋鉄道を代表する名車両、パノラマスーパーです。さて、今回は、京都の、夏を彩る五山送り火の、臨時列車のネタです。有名な、大文字、とか、妙法、とかあるやつですか？京阪の出町柳駅周辺が、大文字、の目の前だから、観光客が非常に多く、集まるので、京阪電車では臨時列車を、運転します。それがこちら、夕方6時台に、淀屋橋発出町柳駅の、急行を2本運転します。特急じゃないんですか？昔は特急の臨時列車も、運転されていたけど、今は10分ヘッドで特急が、走っているから、なくても大丈夫なんです。へぇ。そして、帰りの時間、夜8時台に、出町柳発中之島駅の、臨時特急2本と、葛葉行きの急行1本を、運転します。おぉ、プレミアムカーで中之島へ行けるんですか？いや、この臨時特急は通勤型車両で、運転される残念特急です。それは残念です。ところでパノラマスーパーさん、この臨時列車の名要素なんですが、増発される臨時特急が、残念特急な時点で、名要素たっぷりな気がするんですが、まだ何かあるんですか？さっき言った、急行、ですが、臨時急行、じゃないんです。どういうことですか？これらの急行は3本とも、淀行きの急行を延長運転したもの、なんです。しかも、本来淀駅は、淀始発、淀行きの、急行だけが停車する、本来の急行停車駅じゃないんですが、この3本は淀駅に止まるんです。淀始発、でも、淀行き、でもない急行が止まる、それって、名鉄さんのお家芸、特別停車、になるんじゃないかな、と思うんです。お家芸にした覚えはないんですが、特別停車、は、特定の、列車及び特定の曜日や、時間帯について毎日停車させるもの、を表しますから、普段の、淀始発、淀行きのみ急行停車、というのが、特別停車、に当たるんじゃないですか。そうなんですね。さすがは本家だ。よくわかりました。一が本家って誰が決めたんだよ。今回はここまでです。最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。線に急行出町柳行きが7両で到着します。黄色または緑の乗車位置丸印の1番から7番でお待ちください。停車駅は八幡市、淀、中所島、丹波橋、伏見稲荷、七条、清水五条、祇園四条、三条、神宮丸太町、出町柳です。
まあ、多分欲しいものを
Thank you.
八幡市に停まります。